札幌市交通局2000系電車は札幌市交通局が導入した札幌市営地下鉄の通勤系電車である。ゴムタイヤを使用した案内機常式地下鉄の最初の営業用車両であった。本校では初期に2両編成用に導入され、後に2000型に編入された線0 0 0系電車についても記載する。札幌市営地下鉄南北線。 北24条駅まこま駅間の開業に伴い、1000型が1970年に、2000型が1971年に登場した。1963年より、札幌市交通局と川崎重工業が共同で開発してきた案内機常識電車である。このシステムを川崎重工では SS トラムと呼んでいる。第4次試験車。 鈴鹿家の構造を踏襲した二車体連接で七軸の特殊な形態で案内機上をつかむ案内輪のついた一軸の走行台車の間に二軸の駆動台車がある構造で中間の走行台車は二車体の間に存在する連接構造である駆動装置は車体総下カルダン駆動方式が採用された戦闘車は貫通型で非常時や増結の際貫通扉は 非公式側に開く構造となっている。運転台のない部分では、連接台車のある貫通路が、同局の A820 型に橋を発する、楕円形。台車のない貫通路は、従来の鉄道車両のように、長方形とされ、後年登場した他の札幌市営地下鉄の車両で、採用された六角形とは異なる。釣り川は、低渡高速度交通営団や、 大手私鉄で広く使われているカバー付きで握りが枕木方向に向いている三角形のものが使われていた。長さは8000系の2006年土造備車から採用された低い吊り革とほぼ同じだが2000型では高い位置から下げられていたため全体的な高さはあとの3000系5000型などと同一であった。 1970年から1978年まで160両全車が川崎重工業で製造された。ただし、電気機器は数社が製造に参加している。当初は2両編成を1000系、4両編成を2000、型と消費それぞれ換算時を混雑時用と使い分けることを想定していたが、実際には開業時から4両編成が基本となり、2両編成での運転は、 ごくわずかであった。8両編成化後、16から18編成は4両プラス4両、19編成は6両プラス2両で編成され、20編成は8両すべて制御電動車だった。これは当初戦闘車が多く製造されたことによる。車両番号の改版はブロック状の金属板を車体に取り付ける方式で試行したが、 申請者の車両番号は車体に直接文字を取り付けている。8次車は3 0 0 0系0 1編成3101から3801である。開業に先立ちプロトタイプとして製造された車両である。乗務員室が狭く営業運転では中間に組み込まれることがほとんどだった。内装の木目調下商板は濃茶系で、 先頭部の非公式側の乗務員室の機器配置に違いがあり、真駒内方の線1では、局面ガラスの近くに機器はないが、北24条型の線2では、局面ガラスの後ろに大型の機器があり、量産車でもこの部分は踏襲された。唯一現存する保存車である。開業用に製造された車両で線形13本26両。 2000系7本28両が増備された。このうち6両は2次試作車で、先頭車の1003.10042001.2004は1次試作車1001.1002と同様に、乗務員室が狭く、早期に中間に組み込まれた。この製造分より一部の窓が開閉可能となる。すべて固定窓だった1001.1002も、回収される。 なお線形の製造は終了し、以後の増備は2000型に一本化された。輸送力増強のため4両編成2本と中間車8両が、増備された。この増備で、中間車8両は1021から1028を2000、型に、海板の上4両編成を組んだ。1972年7月のダイヤ改正で一部編成が6両化される。 六両丘のため中間車十二両が増備されたが、この製造分より、車内の木目調下商板の色が、やや明るい気褐色系に変更される。2055プラス2056は、当時開発中だった、東西線六線型と同じ、名所イラスト入り化粧板を施した内装となった。今回の増備と既存の編成組み替えにより、全編成が六両編成となる。本グループより、 大幅な設計変更が行われ6両編成4本が増備された。この時から将来の8両化に備えた番号が不満され2500.2600を除いた2100から2800とされた。この4本が後の01から04編成である。この製造分より側面窓の電池寸法が小さくなり、 従来分割系だった座席の背もたれが一体型となっているのが特徴で、これら4編成は前車コ小窓の車両で組成された。なお先頭車の製造は終了し、以後の増備は中間車のみとなる。増発用の中間車12両が増備された。この12両と既存の1017から1020、2029から2036を改板の上、 6両編成4本の05から08、編成とした。南北線初の8両火曜として、中間車18両が増備された。この18両と既存の1011から1016を、階板の上、8両編成3本の09から11、編成とした。麻生延伸開業に備えた8両火曜として、中間車16両が増備された。 この増備により01から08編成の8両化が行われた。この製造分より、車内の化粧板の色が、茶系からオード色に変更される。7次車と同じく、麻生延伸開業に備えた車両で2000系8次車として計画されたが、車体構造、制御方式、デザイン等が変更され、3000系01編成となった。 最終増備車として12編成8両下用の中間車6両が増備される。この6両と既存の1009.1010 10を階盤の上8両編成の12編成とした。残りの9不板車も先頭車の高級的中間組み込み改造及び編成ごとに末尾を揃える階盤が行われ、1000型は形式消滅となり01から20編成の前。 編成8両化が完了する。線形系、2000系申請者一覧試作車2両は落成当時、車体のタイヤ部分のケツ取りがカバーで覆われ、窓は枠が太い銀色ですべて固定窓となっていた。車内はタイヤハウスの出っ張りがある特殊な床構造のため、駆動軸、ホイールハウス上部の座席が他の部分より高い構造となっていた。これは、 積雪時にタイヤチェーンを取り付けるための空間であったが、地上部はシェルターで覆われる構造となったため不要となった。これらの部分はすべて量産化改造により、造備車と同一仕様となった。三次車までの大窓車は、座席の背もたれが二分割式であったが、座席更新の際に一体式に交換されている。乗務員室の狭い線1.1002では、 量産車と同じ座席に更新されたため、付近の座席の長さが、製造時に比べ短い。前編成の8両化と新版大改版に伴い、中間に組み込む戦闘車の一部運転用機器、貫通扉、行き先表示機器等を撤去し、ジャンパ戦術設置などの改造工事を行う。なお1一点1 1 0 0 2では、保存に再始撤去した機器や部品を、 他社から流用した同等品で復元している。初期車両の車側表示灯を大型の縦長長円形に交換する工事を行う。海板工事と同様にブロック状の金属板を車体に取り付ける方法で施工した。1980年代前半に換気扇、吹き出し口を交換。1001.10レニーでは保存に際し、量産化改造時の吹き出し口に再交換している。 3000系5000型により順次置き換えられて廃車となっている。1995年から5000型を投入したことにより置き換えは進み、1999年6月を最後に営業運転を終了した。最後に残った編成は06編成で、先頭車両が開業当初から使用していた1971年製造の元の大窓車。 中間車が1976年1978年製造の小窓車の編成であった。開業前の試運転で車両が大破する脱線事故があったが、この事故に伴う車番の変更などは行われていない。詳しくは、札幌市営地下鉄南北線脱線事故を参照のこと。2000系全編成一覧南区にある交通資料館2000系1 0 0 1 1002の2両が、 保存されている。編成の向きは運行していた向きとは反対に置かれ、1001が阿蘇方面2002がマコマ方面に置かれている。公開時は1001の乗務員室扉から入り1002の乗務員室扉から出る。2009年7月18日の交通資料館、祭りにおいて、時間限定で公開された。以来、同イベントの催しとして、年に一度公開されている。 他の車両は積雪に耐えられず屋外に設置できないことなどからすべて解体された。ありがとうございます。